カブすき焼きチャンネル。はいどうも、カブすき焼きチャンネルです。今回は30日のヤクルト戦振り返っていきたいと思います。というわけでタイトルはこちら、栗投手の完封、さらに打線も噛み合って大勝となった素晴らしいゲーム振り返っていきたいと思いますので、ぜひ動画最後までご覧ください。このチャンネルではカープに関する動画多く上げておりますので、カープファンの方やプロ野球ファンの方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは内容に参りましょう。はい、というわけで30日のヤクルト戦は8対0でカープが勝利したということで、攻撃陣もですね、先制、中押し、ダメ押しという理想的な試合展開運びできましたし、先発の栗投手が9回投げて無失点ということで、もう今シーズン2度目の完封というね、素晴らしい投球を見せてくれまして、もう投打が噛み合ったという、まあ、今シーズンでもベストゲームと言えるぐらいね、文句のつけようがないようないいゲームだったのかなというふうに思います。この試合のスタメンですが、このようになっております。まあ、好調のね、田中選手をサードで起用したりということで、まあ、ショートにはね、守備を重視して矢野選手を起用したというようなラインナップになってます。で、得点シーンですが、まず2回の表ですね、坂倉選手ライトへのどでかいツーランホームランで先制します。さらに3回の表には菊池選手がレフトへのソロホームランで追加点、そして5回の表には秋山選手がセンターへのタイムリーツーベース、さらに坂倉選手のレフトへのタイムリーツーベース、田中選手のライトへのタイムリーヒットで3点を取ります。そして7回にはデビッドソン選手のレフトの2点タイムリーということで、先制中押しダメ押しですね、もう本当に素晴らしい攻撃をね、みんなが頑張ってくれたというところで8点を奪ったゲームになっていました。はい、で、野手陣の気になるポイントをまとめていきたいと思います。まず、ポジティブ要素。この試合なんといってもね、坂倉選手じゃないでしょうか。この試合、猛打賞1ホーマー3打点という活躍で、とうとうシーズンの打率3割に乗せました。今シーズン始まってからはですね、なかなかバッティング調子上がらずに、まあ、4月中旬とかまでは1割台、でまあ、5月とかもね、2割台前半というところで、まあ、本来のバッティングできていなかったんですけども、6月にね、一気に状態上げてくると打率3割乗せたというところでも素晴らしいなと思います。この試合もね、1本目なんかは 3-1 から、まっすぐ甘く来たところをね、しっかりと振り抜いて、もう会心の一撃というところで、ライトスタンド中段のね、どでかい第7号ホームラン、素晴らしいバッティング見せましたし、2本目のヒットはまあ5回のタイムリーというところで、こちらはね、逆に緩いカーブをグッと待って、三塁線破るようなツーベースというところでも素晴らしいですね。まあ、っすぐ打った後に緩いカーブにもしっかり逆方向に打てたという、まあ、坂倉選手のバッティング技術の高さが分かる2本かと思いますし、3本目のヒットといったところはね、インコースに食い込むようなカットボールをね、まあ、詰まりながらもセンターへ打ったというところで、左センターライトというね、もう全方向にヒット打てているというところで、もう本当に、坂倉選手も完璧だなというふうに思ってます。で、まだね、打率3割2分とかまで上げるような選手だと思いますので、これからも期待したいと思います。キャッチャーのね、守備面の方でもね、なかなか最初はポロポロしていたりしたんですけども、最近そんなポロポロも減ってきてますし、まあ、リード面であったり、そういったところもね、解説の方から褒められているというところをね、見る限りも本当にキャッチャーとしてのね、能力といったところもね、成長しているのかなというふうに感じます。で、こういうふうに自慢のバッティングといったところでもね、状態が上がってきてますので、まあ、打てるキャッチャーというね、本当にレア貴重なね、役割を果たしてくれているかなと思います。で、月間打率、6月のね、月間打率を見ましても3割9分というね、もう非常にいい打率残してるんですね。で、これが、今月6月のですね、規定打席到達してる人の中ではトップというところですし、まあ、他の成績ホームラン見ても3本ホームラン打っていますし、まあ、OPS もね、10割超えというところで非常にね、状態良かったということがわかるので、まあ、月間 MVP ね、十分あるかなというふうに思います。まあ、ちょっと巨人のね、岡本選手がホームランかなり打っていたので、まあ、そこのホームラン数と、まあ、坂倉選手の4割近い打率、どっちがね、優先されるかなというところではあるんですけど、まあ、個人的には本当にもう3割9分打ってますし、坂倉選手で、いいんじゃないかなというふうにね、まあ、推したいなと、まあ、もちろんファンなんていうのもあるんですけど、まあ、坂倉選手月間 MVP にしてくれよというふうに思ってますので、ちょっとね、ここがどうなるか期待したいと思いますし、まあ、もちろん、チームとしてもね、坂倉選手5番打者として固定されつつありますので、やっぱり5番に坂倉選手がいればね、打線かなり元気づきますので、これからもね、5番打者として、どんどん打ってほしいなというふうに思います。
続いて菊池選手が7試合連続安打、マルチ安打、さらに第4号のソロホームランというところで、こちらもね、状態上げてきてます。交流戦ちょっとね、状態を落としていたかなと思ったんですけど、7試合連続でヒット出てるというところで、状態いいかなと思います。で、第4号のね、ソロホームラン、これはね、ちょっとラッキーかなというところで、打ったね、菊池選手も、打った瞬間はファールかなというようなね、反応だったんですけど、風でね、戻されてレフトスタンド入ったというところで、ちょっとラッキーなところもあったかなと思うんですけど、一発出てよかったと思いますし、もう一本のヒットはね、強烈な打球でレフト前というところで、好調のバッティングというところがわかるかなと思いますので、やっぱ一番でね、菊池選手がこういう風に打ってくれると、打線もどんどん活気づきますのでね、これからもこういう風に積極的に打ちに行って結果をね、残してほしいと思います。そして野間選手は猛打賞、さらに2本のツーベースで5試合連続安打ということで、こちらも状態上げてきて5試合連続ヒットとなりましたし、今シーズン2度目の猛打賞というところです。でツーベースね2本というところで、1本はね、右中間を破るようなツーベースというところで、こういうね引っ張った方向のツーベースね、野間選手の特徴というところにもなるので、ああいうね、強烈な当たりが見れてよかったなというふうに思っています。でこちらも打率が2割7分5厘に上がっているというところで、なかなか4月とかは、打率上がらずに2割前半だったんですけど、なんか気づけば2割7分5厘まで上がってるじゃないかなというところで、まだまだ3割近くまで上げれるかなと思いますので、2番起用が多いというところでね、そういうふうに打率高くなってくればね、攻撃的な2番として役割を果たしてくれるんじゃないかなと思いますので、ここもね今後期待したいなというふうに思いますので、こういうふうに固め打ちだったりね、マルチといったところを継続して、もらって、2番としてね、バントとかエンドランもねなかなか多く出て、難しいところではあると思うんですけど、頑張って打撃の方もね、打率の方も上げていって、くれるような結果残したということに期待したいと思います。で秋山選手4試合連続安打1打点というところで、こちらもねリーグ戦再開後の巨人3連戦ヒット出ずに、ちょっとどん底だったんですけど、その後、状態上げてきたというところで、4試合連続ヒットになったので、復調かなというふうに思いますし、しっかり得点圏でねタイムリー打っているので、今年の特徴得点圏の強さというところを見せてくれたかなと思います。でここのタイムリーなんですけど、ここまでねその4試合連続ヒット中もねライト前に引っ張ったあたりというところが多かったんですけど、このツーベースね、左中間方向へのツーベースというところで、追い込まれて落ちる球をうまく逆方向に打ったというところで、これまでとちょっとね違ったヒットになってますので、さらにね状態が上がってきているというところがわかるかなと思いますし、追い込まれてね、ああいった球をね逆方向に打つというところが秋山選手のね、特徴強みでもありますので、そこが一本見れてなおかつ左中間破るぐらい飛んだというところがね良、かったのかなというふうに思いますので、まだまだ上げてくる、調子戻してくるというところ期待したいと思います。でさらに終盤8回からは交代で休養もというところで、ここまでフルイニング出場していた秋山選手なんですけど、8回から曽根選手に変わったというところで、今シーズンのフルイニング出場が、途絶えました。本人からしたら多分悔しいところもあるかもしれないんですけど、やっぱり秋山選手ね怪我してもらったらまず困りますし、これからどんどん夏で疲労が溜まるというところで、疲労でねバッティングの状態を落としてもらったら困るという選手なので、こういう点差もあってね休ませられるという終盤では休ませてねコンディションキープというところをしてもらって状態を落とさないようにねしてもらうという管理がね必要かと思います。で、この試合ね雨も降って神宮のね外野人工芝というところもあって、ちょっと滑ったりする場面もありましたので、そういうね怪我のリスクもあったのでね交代したという点もあるかなというふうに思いますので、ここからやっぱり怪我でね長期離脱とかがあったらかなりきつくなってしまいますので、そういったリスク管理というところもねベンチは大事になってくるかなというふうに思いますので、ここね8回で秋山選手フルイニングをね途絶えたというところは一つね、今後また変えやすくなったという点もあるかなと思いますので、こういう積極的な起用ね、中継ぎにもそういうのを取って、いい方向に転がってますので、野手でも積極的起用というところをね、もっともっと採用してほしいと思います。で続いては西川選手はマルチ安打で10試合連続安打というところで、こちらも止まりません。10試合連続安打になりましたし、またマルチ安打ということでもリーグね打率2に上がりました。でこの西川選手のヒット1本目もね本当に西川選手らしい変態的なヒットというところで、インコースの球をですね、ゴルフのような打ち方で、ちょっと体をね後ろに下げながら打ったというところで、ああいうヒットね今年なんか多いなというふうに思うんですけど、もう西川選手らしいバッティングでした。で2本目のヒットはね本当に
ターに強烈な打球を弾き返したというところで、本当に状態いいなというところが分かりますのでね、西川選手もね、ここからまだまだまだ打ってほしいなというふうに思いますし、4番だとちょっと4番になってもね、そういったバッティングの調子を落とさないというところがね、本当に心強いな、頼もしいなというふうに思いますので、今後も4番として期待したいと思います。そして田中選手がマルチ安打、さらにこちらも15試合連続出塁ということで、本当にね調子がいいですね、田中選手は。この試合もマルチ安打2本のヒットというところで、1本はタイムリーヒットで、もう1本はツーベースというところで、そのツーベースもですね、ライト前ヒット、ライト深く守ってたんですけど、ライト前ヒットでちょっとサンタナ選手がねゆっくりしていたというとね、隙をついて二塁を落とし入れたというね、素晴らしい走塁でした。こういうね走塁をね中堅選手が見せてくれると、若手もね、やるぞという気持ちになると思いますので、非常にいい走塁だったかなというふうに思います。でその後のデビッドソン選手の、レフト前ヒットでもよくホームに帰ってきたので、6点差あっても手を抜かないぞというね、気持ちが伝わるような、いいプレーが続いたのかなというふうに思います。で OPS で見ましても7割9分になったというところで、もちろんね規定打席到達してないというところはあるかもしれないんですけども、ショートでね、こんぐらいの OPS 残すことができるというのは本当にもう十分ですし、3連覇時代のね、OPS といったところもね今超えている状態、2017年以外を超えている状態ですので、本当に状態がいいというところがわかると思います。で、特徴的なのは長打率が上がっているというところですので、田中選手の復活というところは本当に今のねカープ調子というところにね、大きな力を与えてくれてるなというふうに思いますので、こちらもね、言うても中堅選手というところがあるので、怪我というところだけには気をつけて、もらいたいなというふうに思います。で最後デビッドソン選手も3試合連続安打と、なりまして、ダメ押しタイムリーというところで、こちらがダメ押しの7回2点タイムリーですね、いいバッティングだったんじゃないかなというふうに思います。ランナー2、3塁という場面で、簡単にね2ストライク追い込まれたんですけど、追い込まれてから誘い球のフォークとカットボールを見逃して2-2となった後、低めのまっすぐをレフト前に弾き返したというところで、このね速いまっすぐをしっかり弾き返したというところもね一つ、大きなポイントかなと思います。ここ最近ね追い込まれてから変化球抜けたところとか、あまり変化球をね打つというところが多かったんですけど、ここ一つ速い球を打てたというのはねさらに良かったと思います。でデビッドソン選手やっぱりアプローチが良くなってるというところも、ありまして、1打席目ねフォアボール選んでるというところで、こちらも 2-2 から外スラで誘われてたんですけども、しっかり見逃してフォアボール選んでいたので、本当にもう日本の配球に慣れてきたというところもあるかなと思いますので、もう打率といったところもまだ2割、ちょっとなんですけど、まだまだ上げてくるかなと思いますし、こういうね得点圏で打点を稼ぐというね役割もデビッドソン選手には求められてますので、一発であったりチャンスでのこういうのバッティングというところを継続してもらいたいなというふうに思います。で反省ポイントはね、特になしというところで、本当にね、打者陣頑張ってくれてるなと思いますし、実はね上のところね、坂倉選手以外はね1番バッターから1番2番3番4番6番7番とね、並べているんですけど、こういうふうにねみんなが継続して何試合連続安打というふうに放ってるというところがこの6連勝につながってると思いますので、こういうふうにできるだけ、長い間いい状態キープしてほしいと思いますし、今ちょっと秋山選手が、状態を落とし気味のところで坂倉選手が上げてきてるというようにね、支え合ってる状態ですので、もし次坂倉選手が落ちてきたら秋山選手が打つというようにね、チーム全体として今後もカバーしていってもらいたいと思います。はい、では先発の栗投手、素晴らしいピッチングでした。9回を投げて109球被安打5、与えたフォアボール0個、三振8つ、失点0の完封勝利でした。この試合もですね、もうゾーンに様々な球種を投げ込んで早いカウントで勝負していたというところで、ストレート、スライダー、ツーシーム、チェンジアップだけじゃなくてですね、カット、シュート、カーブといったところもね、ゾーンに投げ込んでいましたので、もうヤクルト打線からするともう打ちに行くしかないというところがあったのかなと思います。それでもってね、甘い球がなかなか来ないでありましたり、変化球もね多いので狙い球絞れないというところで、早いカウントで打ち取ることができたんじゃないかなと思います。でこの試合チェンジアップね特に印象に残っていまして、チェンジアップ追い込んでからよく投げてたんですけど、これで空振り三振奪うというシーンがありましたので、緩いボールかつねちょっと落ちもね良かったのかなというふうに思いますので、チェンジアップ非常にいいボールになっていたかなというふうに思います。
で、フォアボールも0個で、ピンチらしいピンチもなしというところでですね、まあ、コントロールが安定してまして、まあ、特に、中心となってたスライダーであったり、ツーシームね、ボール率見ても非常に低くなってまして、カウント球としてもね、まあ、勝負球としても、非常によくゾーンに決まっていたので、良かったんじゃないかなと思います。で、先頭バッターはね、9回に出したのみというところで、まあ、それ以外のイニングはね、先頭バッター出さずに進んでいましたので、まあ、相手に流れも上げませんし、ピンチらしいピンチもなかったというところで、9回も投げて109球で、省エネピッチングで完封というね、素晴らしいピッチングだったんじゃないかなというふうに思います。で、松田からね、神宮に移動してきたという当日で、さらにね、ちょっと雨も降っているというところでありましたり、まあ、連勝が続いてね、中継ぎ陣が結構投げているというところもありましたので、まあ、そんな中で、そのカード頭で中継ぎ陣をね、休ませるような完封勝利というね、本当に大仕事だなというふうに思います。これで2度目の完封ですのでね、本当に今シーズン栗として安定して頼れるなというふうに思いますので、まあ、今後もカード頭としてね、もう関東完封というところがね、球数少なければどんどん狙ってほしいなというふうに思います。この試合本当にナイスピッチングでした。最後に次の試合です。次の試合、予告先発カープ大瀬良投手、ヤクルトピーターズ投手となっております。カープの大瀬良投手ですが、前回巨人戦7回無失点という素晴らしいピッチング見せてくれました。で、今シーズンヤクルト戦も2回登板して1勝1敗 1.64 と好投しています。まあ、初戦ね、神宮の開幕戦2失点してしまったんですけど、まあ、それだけというところもありますので、まあ、そんなに相性悪くないなという印象を受けてます。で、一方ヤクルトの先発ピーターズ投手なんですけど、まあ、こちらね、ピーターズ投手相手にカープ打線負けなしではあるんですけど、まあ、ちょっとね、防御率も 0.69 というふうにかなり抑えられていますので、まあ、苦手な部類なのかなというふうに思ってます。で、今打線がね、非常に好調ですので、まあ、そのね、好調というところでピーターズ投手にもね、ぜひ打ち崩してほしいと思いますし、まあ、デビッドソン選手のアプローチも良くなっていいヒットが増えてきているので、またね、ここで一発とかいうのが十分あり得るんじゃないかなと思いますので、デビッドソン選手にね、注目したいというふうに考えています。で、まあ、天気が怪しいというところで、まあ、ちょっとね、東京の方はですね、夜雨予報ですので、まあ、ちょっと中止の方向かなというふうに個人的に思ってます。というのも、まあ、自分がね、この試合見に行く予定ですので、もうめちゃくちゃ見に行きたいんですけど、もうずっとね、天気予報が6時以降雨というところがね、変わらないんですね。もう何回更新してもこの6時以降の雨が変わらないというところなので、もう正直この段階で今日のこの試合、夜の土曜日のナイターゲームないかなと諦めて、いますが、まあ、もしあったという場合にはね、もうぜひ勝ってもらいたいと思いますし、投手戦になるのかなと思いますので、なんとか大瀬良投手に頑張ってもらって、もう今6連勝とね、いいところまで、来て、まあ、いつか止まるものではあるんですけど、まあ、勝てる時に勝っておきたいというところで、7連勝というふうに伸ばしてほしいと思いますので、ぜひ頑張ってほしいと思いますし、まあ、個人的な観戦記録も今シーズン1勝8敗だったかな、まあ、7つ負け越しがありますので、ここで負け越しをね、1つ減らしたいと思いますので、ぜひ頑張ってもらいましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。投打が噛み合った素晴らしいゲームで6連勝1位とも2ゲーム差に詰め寄っていますので、このままぴったりくっついて首位追いついていきましょう。このチャンネルの登録高評価もよろしくお願いいたします。それではカープの勝利を祈りまして、ガガガガガムシャラカープ頑張れ。